業っていうのが先なんですか、仕事が変えたいとかっていう思いが元々あったのか。それがですね、もう本当消防は好きでやってた仕事だったので、もう移住が先に来ました。へえ。なんかその結構死に直面する職場だったので、僕の中でやっぱ人生一度きりっていうのがすごいテーマにずっとあったので、やっぱ自分のやりたいことをやりたいっていうので、で、まあ、その消防やめるのはちょっともったいないなとか結構いろいろ考えたんですけど、でもやっぱ自分の好きなことをやろうってもう自分で決めて、でそれ移住した。もうだから先に移住が来た感じです。そうなんです。ですね、移住された当初はからそのずっと同じ仕事ですか。そうです、もともと移住した時はその防災用品、はい、消防さんとかに売る、まあ、資機材とかを売りする営業と、あとはまあその市役所さんとかにその避難、はい、まあ、その避難所とかの運営するにあたっての防災用品とかの営業っていう形でやってたんですけど、でその間にそのそれこそ今のファイナンシャルプランナーの方にお会いしまして、でそこでなんか僕はもう魅了されたというか、あ、なんかこの人がいればこの先人生もずっと大丈夫だなって思うぐらいに思ったんですよね。でその時に、あ、じゃあ僕はじゃあ今度そしたらこっち側に回ろうっていう、でそれでやっぱ人助けが、まあ、消防の時もそうだったので、ずっとできるお役に立てればなってところで今頑張ってるところですね。じゃあそもそもその防災関連 の、 その事務所が浜松にしか空きがなかった。そうなんです、空きなかったんです。だ最初はそう考えてなかったんですけど、まあ空きがそこしかないんだったらじゃあ行きますって言ってもこっち来て、あ、すごいいいなと思ったんで、それからまた職業変えられて、はい、そうですね、その防災用品の営業してる間にそのファイナンシャルプランナーの方にお会いして、でそれでまあ、そこお客さんになったんですけど一回、はい、で今度は僕がっていうところで、はい、変化してたって感じですね。その資格みたいなのもとそれから取られた。あ、そうですね、取りましたね、はい、そこから勉強して、はい、消防の知識しかないのでもうそこは一生懸命やりましたね。そうですね、すごいですね。それがいつくらいのあれ。あ、その勉強し始めたんですか、はい、勉強し始めたのはもう言ったらファイナンシャルプランナー目指すってなくて、まあ本当3年ぐらいかけて多分結構やってましたね。勉強しても、まあ、あとはその次の職場に受かるために、まあ、その面接の練習だったりとか、まあ、あとは本当いろんな知識をつけなきゃいけなかったので、あとはやっぱり営業のところもどんどん学んでいかなきゃいけないってところで、その前の防災用品の営業の時もやっぱり人に会うことをすごい意識してやってましたね。